3つと5ついろいろたくさんいただいたんですが、私なりに整理すると、1つ目は、これまで各事業者がリスクガバナンスの枠組みを構築すると、で包括的なリスクマネジメントをやるというふうにおっしゃってたと。でそれに対して今日電池連がこういうような新しい、仕組みなりをやりたいとおっしゃったと。その両者はどういう関係か、これが1つ目でいいですかね。それから何を追求するのかというので、海外で取り組みをこう紹介して導入するということでいいんですか。あので今の海外の取り組みっていうのは、さっき PDCA がスタディはっておっしゃっていて、まあ、海外の情報とかそういうのも含めた、それが2つ目のスタディの仕組みはどうするんだと。単なるチェックではないだろうと。 PDCA のサイクルの中にスタディというキーワードがどういうふうに具体的に入ってくるのか、これが2つ目かなと思ったんですが、いいですかね。はい、そうですね、はい。でそれで3つ目がグッドプラクティスをこれまでいろいろ事業者がやっておられて、まあ、この報告書の中でもそういう事例をこう紹介して、ぜひ、まあ、それを参考にしてという趣旨だったんですが、そういう各社がやるグッドプラクティスに対して、今回の電磁連がやる活動っていうのは、そのグッドプラクティスをどう生かしていこうとしているのかとか、どう関係にあるのかと、それが3つ目ですかね。まあ、電磁連が何をするのかというのと、はい、まあ、それを各社に、まあ、やってもらうということで、まあ、これを機能させようとすると、ワーキンググループがある程度の独立性がないと難しいんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そのシャンシャンにならないようにするためにはですね、そのいう仕組みについて、仕組みやその工夫について何かあればということですね。分かりました。最後におっしゃってた、各社がそれぞれ自分の会社を背負って出てくるのに対して、この何て言いますかね、相反というか、そういうコンフリクトするのはないかという、はい、そういう視点、はいはい、でそれともう一つ双方向発信という話も質問されて、大体その4つぐらいのイメージかなと、はい、まとめ直していただくとそういうことでよろしいかと思います。はい、じゃあ電磁連の方から、今の点、まあ、お互いに関係している内容でもあるんですが、お答えいただけますでしょうか。お願いいたします。1点目 の今まで各社でもリスクマネージメントをしていたはずで、まあ、今回の仕組みで、まあ、どういうふうに変わっていくのかという点についてはですね、まあ、今まで各社がもちろん自分たちの設備とですを考えてですね、リスクマネジメントをやってきているわけですけれども、まあ、それぞれがその個々に考えてですね、そのみんな業界としては一定のリソースしかない中ですね、自分の中でまあ最適化していろいろな検討を進めてきているというのが、まあ、今までの状況なのに対してですね、今回はそれぞれ のリスクについて一箇所にこう持ち寄った上でですね、しかも拾ってくるリスクも今までと違って、まあ、個社が仕入れた情報だけではなくて、まあ、広く情報を集めた上で、それを各社が持っているリスク情報と合わせて、まあ、検討して、まあ、どこでやっていくのが効率的かっていうのを考えた上でやっていくという意味で、その非常にリソースの有効利用という点では明らかにその今までよりも良くなるのではないかというふうに考えています。またその実際得られる結果についてもですね、個社がまあ考えて、まあ、個社がまあ依頼する中で検討するものに比べればですね、まあ、広い視点を持ってですね、こういう手があるんじゃないか、ああいう手があるんじゃないかっていうところを議論した上で、まあ、進められるということで、まあ、いろいろなところにいろいろな人の意見が入るので、そういった意味で今までよりもまあ深いし、多様なまあ検討ができるかなっていうのが今までと違うところかなというふうに思います。難しい点として、まあ、今までその個社が勝手にやってたのを全体でガバナンスするのは難しいんじゃないかと、要はそれぞれ個社ごとに、例えば早くこの許認可が取りたいとか、いろんな都合がある中でそういうことができるのかということが懸念なのかなというふうに思っておりますけれども、まあ、この中では基本的には全体を考えて動きたいということで、まあ、昔の電磁連の決定方式であれば、まあ、全員が合意した上で、まあ、物事を進めるような、まあ、最低限というんですかね、最大公約数で議論するような部分が結構あったかと思うんですけれども、まあ、今回の中ではそういうことをできるだけ排除してですね、まあ、エクセレンスという意味で何を目指していくのかと、本来どこにあるべきなのかというのを、まあ、ベースに考えてですね、まあ、そこに向かって、まあ、少しずつ遅れがあったり、こしゃにとっては、まあ、少しずつ不利なところはあるかもしれないけれど、まあ、全体として業界として幸せになるためにですね、どういうことを考えていくのかっていう視点で考えていきたいというふうなところが、まあ、今までと少し違うのかなというふうに考えているところです。
あとは2点目 の、 グッドプラクティスというか、チェックとスタディというところで象徴的にお話をされていたように私は聞いていたんですけれども、確かに今まで私たちが知り得ているところだけでですね、こういうことをチェックすればいいというふうに決めていたのではですね、なかなか進化がないというふうに考えておりまして、最初 の、 計画の部分、先ほどの公表の部分でも少しお話ししましたけれども、そのいろいろなところに意見を公開することに、いろんな段階でですね、計画の段階でももちろん公表しておりますので、計画の段階で我々の検討計画自体がですね、不十分というご意見をいただく機会もあるというふうに思いますし、実際に出来上がったものも先ほど申し上げた通りですね、公開して、いろいろな方からご意見をいただいてですね、こういう視点が欠けてるんじゃないかというようなお話が出ればですね、当然それを持ち帰ってその議論するということになりますので、そういった意味でチェックだけではなくて、その外に向かって発信するということによっていろいろなスタディの機会が生まれるのではないかというふうに考えております。我々としては位置づけの話もありましたけれども、この技術レポートをベースにですね、規制の方とですね、議論していきたいというふうに考えておりますので、当然いろいろな方がそのレポートを見ていただいた上で、いろいろな意見をいただいて、我々としてもそれをきちんと改善しながらやっていくというところで、スタディという視点も入ってくるものというふうに考えております。あと3点目 の、 図が悪かったのはおっしゃる通りだと思ってですね、確かにこれ情報発信という意味ではなくて、各個社がやっているそのステークホルダーとのコミュニケーションというのは基本的には双方向のものが多くてですね、いろいろな説明会であったり、あるいは括弧訪問であったり、そういうのにつきましては基本的にここに書いてあるどちらかというと矢印の方が正しくてですね、発信するだけではなくて基本的にはそこでご説明した内容に対して、いろいろなご意見をいただいてですね、それを持ち帰ってまたその皆様の考えを把握してまた議論をしていくという意味で、双方向のコミュニケーションをに努めているというのは現状でございまして、確かにこの情報発信という記載がちょっと私たちとしてはちょっと不十分だったかなというふうに思っております。いくつか補足します。先生の最初のご指摘のところでどういったことを追求していくのかというところは非常に重要な点だと思っております。6ページ資料1の6ページをご覧いただければと思うんですけれども、ここでその最初のところで検討テーマの決定というところがありますが、これは国内のプラント状態でのプラントの状態、リスクのプロファイルなんかも含めたプラントの状態、それから国内外の情報と、それからこれまでの活動計画の実績評価というのがインプットになってますが、ここでまずどういったものに取り組むんだっていうようなことを決めていくというプロセスがあると思っています。でこれはこれまで今まで あまりなかったんですが、米国の NEI なんかでもここのところはかなり力を入れて検討テーマを抽出してそのリストを作っているというようなところがありまして、ここ の、 検討テーマをどういうふうに選んでいくかというのはかなり専門的な知見も必要ですし、国内外の広い情報も必要ですし、先生おっしゃったようにただ国外のものについていくというだけではなくて、新しいものに取り組まなければいけないというのもあるかもしれません。それは日本特有の例えばリスクみたいなものがあればそういった分野をやらなきゃいけないというようなこともあるでしょうから、そういったようなことを非常に高度に専門的にジャッジをして検討テーマを決めていくというプロセスが一つとても重要なプロセスだと思っています。でそういう中で先ほどありましたようなサイバーセキュリティですとか、そういったようなテーマも本来出て検討の素上に上がってくるものと思います。ここの、この検討テーマを決めるというプロセスを一つ大事にしていくということと、6ページはその一番下 の、その実績評価というようなところがあって、そこのところもしっかり評価をしていくと、5年ごとということではなくて、基本的には毎年評価をしていくというふうに考えているというところで、あります。それから先ほどありましたそのグッドプラクティスみたいなところなんですが、確かに資料2の方で、東京電力の取り組みと書いてあるというようなところ
が、実際にこの、資料1との関係でどうかというところは確かにミソで、まさにそういうグッドプラクティスを各社に展開していくと、資料2でいうと東京電力の例で、実は各社こういったものを作っていくと、必ずしもこれが全部できているわけではなくて、粗密もあるだろうというようなことも考えています。そういう意味で、その業界内のグッドプラクティスを業界全体に展開していくというようなところも、この機能の一つ重要なところかなというふうに思っております。それからもう一つ中で検討していて客観性みたいのがどうなるんだというようなところがありましたが、ここで一つ重要だと思ってますのは、一つはこれまではどちらかというと、電力会社が中心であったというところを、産業界の専門家を一応一番知ってる専門家を集めて、その人が中心になって取り組むというプロセスに変えていきたいというふうに思っていて、メーカーさんですとか、あるいはNRRC とかジャンシーの その優れたところを取り入れてやっていくというところと、あとはそれから海外についても、この6ページのプロセスの中でいくつか書いてありますけれども、海外の専門家の意見も入れていくと。それから重要なのは、そういったプロセスを公開しながらやっていくと、技術レポートもそうですけれども、そういったようなことで客観的な技術的なといいますか、技術的に産業界の英知を集めたような活動にしていきたいと。およそ以上です。何かあるんじゃないかと、大丈夫ですか。追求するものについては、国内のグッドプラクティスを集めて、それを横展開してというところから、さらにですね、この世界最高水準の安全性をというのを打ち出してほしいなというのが一つ要望で、もう一つ、その包括的なリスクマネジメントで、これは山本委員からも先ほどおっしゃった、要は狭い意味でのリスク低減ということだけではなくって、このワーキンググループですとか原子力学会で作成されたロードマップ、参照しながら、もう少しこう包括的なリスクマネジメントの枠組みとしてですね、今回電磁連さんで取り組んでいただければなと、その2点要望をしたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、尾本委員、どうぞお願いします。それぞれ の2つの資料について、コメント、それから質問が1つ、まず最初に2つ目の資料、リスクインフォームディシジョンメイキングについてですが、そのページ2が概略をうまく書いているというふうに思っていまして、これはそれ自体がいいと思うんですけれども、ただその今梶川委員からの話もありましたように、その安全性向上の至るところが新知見良好事例等を反映した安全性かっこエクセレンスという、これはプロセス、あるいは抽象的なことを書いているだけで、具体的に何をじゃあ達成できているのか、特にその原子力の外にいる人にとって一体何がこれによって出来上がるのか、どのレベルの安全性が実際達成できるのかということをやっぱり明記すべきだろうと思うんです。それからこの左側のところに、低減効果を定量的に評価する、でそこで改善策について、リスク低減、それから工期コスト、こういったことをそれぞれ評価していくというのは非常にいいことだというふうに思っていまして、それが優先順位をつけて改善するという中に、資源の有効配分ということも思想も中にちゃんと入っているという点で、今までと比べてだいぶ進歩があるというふうに私は思っています。実際にその福島事故後の安全性の改善がどんなふうなに行われているかということが、今 IA を中心にしてまとめられていますけれども、それを見ると、例えば資金という点で見ると、1プラントあたりアメリカが平均して40億円、ヨーロッパが運転期間延長を含めて200なし300億円、日本は1000なし1300億円というのが、おおむねの数値だということが分かってきてまして、でそこにはいろんなその対策ごとの投下コストプラス対そのリスク低減効果という点で非常にばらつきがあると思うんですけれども、
そういった個々のものについて、すでにされたことも含めて、その いわゆるその費用対効果費っていうのは本当に妥当なのかということを検討してみる価値があるんじゃないかというふうに思います。それから、この R&DM の実際の活動の中で、例を挙げていただくとすると非常に重要なのは、例えば、リスク情報を使って PRA を使って外因事象のリスク評価したところ、非常に、不確かさが非常に大きいと。でそういう時に、決定論的な、アプローチ、例えばストレステストの結果と合わせてどんなふうにその意思決定をしていくか、いくのかなんていうのは具体的な問題ですけども、そういったことについて、例を示すんであれば示してほしかったなという気がします。それから、もう一つの資料の方ですが、こちらの方で、いろんな要素が、いろんなその活動の方向性が書いていますけれども、なんか欠けてるなというふうに思うのは、安全性確保の上で重要なのはその知識管理、いわゆるノリジマネジメントだというふうに思うんです。世界的に先進国の中で、原子力を進めてきたベビーブーマーがもうリタイアして、そして新しい世代が必ずしも原子力に入って世の中に入ってくることを魅力的と感じていない、そういう中で知識を伝承して、かつ専門家を訓練、育成するということが、継続的に育成するということが非常に重要で、まあ、そういう観点から例えば IAEA はノリジマネジメントということを非常に重視した格好にで活動しているわけですけれども、日本はというと割とその知財管理というところに焦点が合っているようで、あまりそういう活動がされていない。ですから将来のこの活動の中にそういう要素も含めて、ノリジマネジメントということも含めてやっていただくといいのかなと思います。それから質問が一つ、今までのその前回の議論の中で、規制とのインターフェースということについては、相手があることだから対応しながらと、対応を早く進めましょうと言って、小作さんもまさにドアをいつでも開いてますよということなんですが、今回の提言の中で、提言の主要なポイント、私の理解するところ、電磁連を中心とした会議体が、まあ、大きな枠、要素であると、まあ、そういうフレームワークですけれども、そういうことについて、まあ、今まで規制委員の方々は、電力の社長会と社長との会、対話の中でたびたびその NEI 的なインターフェースということを投げかけて議論のトピックスになっているわけですけれども、今までのその規制庁との議論の中で、そのこういう進め方についてどんなフィードバックがあったかということが分かれば教えていただきたいと思います。はい、コメントについては、まあ、一つはこういう最終的に資料をどういうふうにアピールしていくかという観点あったんですが、もう一つはこういう活動が実効的に役立つためには、まあ、今のコスト効果の話とかいろいろご指摘いただいたので、ぜひご検討ください。それからご質問は、こちらはフィードバックというのは両方あると思うんですが、多分まず電磁連の方でお答えいただいて、もし何か補足があれば小作様、オブザーバーの小作さんの方からもお伺いしたいと思います。じゃあまずどうぞ。はい、規制との、インターフェースでフィードバックがどうだったかっていう点につきましては、11月の9日にですね、CNO と規制委員との対話というところで、この活動について紹介させていただいております。その中では規制委員の方からもですね、非常に良い取り組みなので、こちらの方をですね、ぜひ進めていただいて、きちんと議論していきたいというお話を伺っておりまして、まあ、活動の基本方針についてはですね、ご理解を得ているのかなという気がしております。じゃあ小作様、もしありましたらどうぞお願いします。はい、規制庁の小作です。今ご説明いただきましたように、我々としては社長との面談をするような委員会の会議ですとか、今ご紹介の CNO を交えた会議というようなことで、各種 のチャンネルを開いているということであります。で、これまでもアメリカに倣ってというところで我々の活動を進めていく中で、アメリカでは NEI からの意見提示というのが非常に強く機能しているということで、参考にさせていただいてますけれども、日本で必ずしもどういう団体でなきゃならないと
ということではないと思いますので、どういうようなチャンネルであれ、産業界での意見というものを提示いただければ、我々としては受けて検討していくということだと思いますので、まずはその意見をまとめていくなりという活動をしっかりやっていただくことかなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。あ、じゃあ富岡さんは、はい、すいません、一つ補足で、東本先生ご指摘にあったその知識管理、知識の伝承、人材育成という言葉になるかもしれませんが、その非常に重要なテーマだと思っておりまして、こちら の, 資料2の方にも後ろの方に RIDM に向けたアクションプランということで参考ということでたくさん書いてあるんですが、それのそれぞれに、人材育成みたいなのを、入れているところであります。でこういうことを、資料1の仕組みもそうですし、資料2の方もそうですが、なかなかこういうのをやっていこうとすると、人材の厚みというか、量的にも質的にも非常に強化していかなきゃいけないというような認識がありまして、ここのところ非常に重要なところだと思っているんですが、我々もやっていくつもりではありますが、なかなか難しいテーマ ですので、先生方の方からも何かご指導いただければ我々はありがたいと思っているということがございます。はい、そうですね、先ほどのところはちょうどその前回も課題の3で、両当事者が課題解決を実質的に向かうために対話をという話があって、お二人の方から大変良いコメントをいただいたかなと思います。では続いて秋葉委員ですね、お願いいたします。はい、ありがとうございます。私の方から3点申し上げたいと思います。1点目はですね、資料1について安全体質、技術的な安全対策について、いろいろご説明いただきましたが、その中で、とても何回もご説明の中に出てきた言葉がありまして、それが気になっています。情報公開ということをとても説明の中で何度も出てきています。でそのことについては、資料1の何ページかな、12ページのところにも出ておりますが、この公開するときにぜひ、範疇に入れていただきたいところは原子力産業界のみならず、やはりその、外側にいる自治体や国民に対してもこの公開するということも考えていただきたいと思います。で一つには公開のあり方なんですが、どのような具体的な公開の方法を考えていらっしゃるのかということを伺いたいと思います。一つが技術レポートだと思うんですが、じゃあその技術レポートはどういうふうにして、公開するのか、その点をぜひ伺いたいと思っています。ともするともう一回申し上げますが、産業界のみに向けられている窓をもっと大きく広げる必要があると思いますし、今までのワーキングの中でも他の産業とのすり合わせというか参考にするという意味で広く世間に公開していただきたいと思っています。2番目のことは、先ほど梶川委員からもご指摘がありましたが、資料1の13ページのこの図のところで私も情報発信というところが気になっていました。そしてさらにこの図を見ます と、 ですね、立地地域と立地地域以外の皆様メディアってなっているんですが、これが立地地域以外のところにこの原子力関係機関はたまたまこういうふうになっているのかもしれませんが、原子力関係機関は立地地域以外になっているんですね。原産協会も原文財団も今までも立地地域においても、そしてそれ以外のところにもすいません、なんか図を上げ足取るようで申し訳ないんですが、この図を書き直すときにぜひさまざまな団体も含めて、立地地域とそれ以外というか消費地、国民全体とも、コミュニケーション取れる方法というか、そういうことを考えていただきたいと思っています。そしてこの資料の17ページのところにも手段発信の例というところがありますが、
これって今まで通りですよね。今まであるものを並べてあるだけで、すいませんが新しいものが何一つないので、あのやはり、国民もその安全性について一番関心があるところで、何かこの情報についても安全に対して求めているところがあるわけですから、新しい取り組みをぜひご提案いただけるとありがたいなというふうに思っています。で最後に資料2のこのご説明は大変、この中身というのは私のような人間にとっては難しいところなんですが、しかしRIDM の狙いって、2ページのこの図はよくよくお話を伺っていると、とてもそういうことだったのかって、なかなか RIDM の、理解するのが難しいところですが、よくお話を聞くとわからないことはないような気がするんですね。 100% 理解しているかどうかは別にして、それでこのようなことは今この場で渥美部長から丁寧にご説明いただいたので分かりますが、そうじゃない人がほとんどですね。ですからこのことも、含めてせっかく新しい方向に向かって取り入れて、RIDM を取り入れて安全を目指しているわけですから、こういうことを分かりやすく国民や自治体に分かっていただくということが必要だと思いますので、ぜひこれを分かりやすく伝える手段というのを考えていただきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。ご質問ありましたかね。技術レポートがご質問でしたか。そうですね、あとはいろいろいずれも身にしみるコメント、図はですね非常に大切なんですよ。今秋葉院ご指摘のところで、揚げ足取りのようなっておっしゃったんですが、ああいう図って非常に大切なので十分やっぱり吟味してぜひ書いていただきたいというのはお願いして、先ほどの技術レポートをその専門家とかだけじゃなくて広く、皆さんもどういうテクニカルな専門性とかどういう議論しているのか知りたいということで、少しそのあたりお考えをご披露いただけますか。はい、ご意見本当にありがとうございます。1件目の技術レポートの情報公開のあり方はまさにおっしゃっている通りで、私の説明がどちらかというと技術型に偏ってしまったので、なおさらそういうふうに捉えてしまって申し訳なかったなと思うんですけれども、基本的にもちろんベースとなるそのデータベースも含めてですね、その専門家の方が見て分かるっていうのももちろん大事だというふうに思っておりますし、今回もできていなかった点が3点あって、その3つ目がまさに情報公開のあり方のところでございまして、この新しく作る中でですね、そのどのようにお伝えしたらですね、それぞれの方によく伝わるのかと、我々としてもいろいろなことを取り組んでいるので、もちろんいろいろな方に理解していただきたいというふうに思っておりまして、その対象の方はもちろん自治体の方もいらっしゃれば、普通の一般の方もいれば、立地地域の方もいらっしゃるということで、それぞれ持っているバックグラウンドも違いますし、知識レベルも違いますし、そういう方に対してどのようにご説明するのがいいのかっていうのを、まさに新しく作るようなところのその会議体の中で検討していきたいというふうに考えておりまして、16ページ目のところにちょっと書いて、まだ具体的な検討として結果が出てきていないのでご紹介できていないわけですけれども、その S3E 委員会と呼んでいる16ページのところはですね、今までにないぐらいいろいろな団体の方に入っていただいてですね、で、その中で議論していただいた上で、その自主的安全性向上などについてですね、どのように発信していくのがいいのかというのを検討してですね、その効果的な発信に努めていきたいというふうに考えております。で、まさに13ページ目みたいな図のところはおっしゃる通りで、私も見てああと思ったんですけれども、こういうところはきちんとですね、皆さんから誤解を受けないようにきちんと検討していきたいというふうに考えております。本当にどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いて糸井委員お願いいたします。ありがとうございます。4つ程度あるかと思うんですけど、1つ目は尾本委員のところの質問でもありましたので、そこでお答えいただいたのであればお答えいただかなくても構わないんですけども、11月9日に規制委員会でこの論点について議論があったと聞きましたので、ちょっとそこの議論について詳細に適切であればここでご紹介いただければなと思っておりましたというのが一つ目です。で、2つ目につきましては今秋葉委員
あるいはその前に梶川委員からご指摘があったところで、資料2の、2ページ目のところで分かりやすい絵を描いていただいたと思うんですけれども、その部分でエクセレンスをどのように設定するかというのが1つ目の資料1に議論されている新しい仕組みの一つの重要な役目だというふうに思います。そのあたりについて少しすいません意見ですけども、その点が2つ目です。で、3つ目ですけれども、ちょっとこれもこと細かい指摘になってしまうかもしれないんですけれども、RIDM なのか IRIDM なのかということです。で、資料2でご紹介いただいたような現場の取り組みについては RIDM で構わないと個人的には思います。ただその時に先ほど元委員からご指摘があったように、決定論的なところとかそういうところ の, 評価の結果をどう組み合わせていくのかという課題はあまり今日ご説明いただかなかったんですけども、その部分を含めていただければRIDM でよろしいかと思うんですけども、資料1でご説明いただいたようなもう少し大きいような議論をするときにはもう少し統合的にリスク情報をもう含めて統合的な情報を意思決を使って意思決定をしていただくような枠組みがを想定した方がいいのかなというふうに感じます。で、例えばちょっと小さい例になってしまって適切かわからないんですけども、2ページ資料2の方でご紹介いただいたシステムエンジニアの育成のようなものを個社で今行っているということですけど、そういうようなものをこう例えば米国のインポが定めたようなガイドラインの策定も含めて、行っていくような取り組みも資料1で議論していただいているような枠組みに含まれるのか含まれないのかとか、そういうところも今指摘させていただいたところに、関係してきているのかなというふうに思います。最後の点についてちょっとこれも細かい質問になるんですけど、技術レポートのお話がありましたけども、この辺をどういうイメージを持たれているのかというところを一つ伺いたいんですけれども、これは記名どこか の専門家の記名式のレポートをここで想定している組織がオーソライズするようなものを意識されているのか、あるいはここで議論されているような組織が作成するようなレポートを意識されているのかと。で、私は個人としては前者の方が望ましいのかなとも思うんですけど、それはいろいろな委員の方のご意見がありますので、その辺のお考えを少し伺えればというふうに思います。以上です。はい、お答えいただけますか。はい、順番が少し前後しちゃうかもしれない、もし抜けてたらもう一回ご指摘していただきたいんですけれども、CNO 会議の様子についてということが最初にございましたけれども、先ほどご説明した通りで、基本的には今回のところのエッセンスの部分をですね、ご説明しまして、意見交換という形になったんですけれども、そのここをこうした方がいいとか、そういう具体的な改善とかですね、そういう議論ではなくて、全体的にこういう取り組みは良いっていう評価だったというふうに思いまして、その我々として大事だなと思ったのは、そのあくまでそのこしゃこしゃで対応するっていうふうに言われなくてですね、やはりこういう全体的にやった方が効果的な部分については全体でやっても良いというところで、反論もなくその方が良いというようなご意見があったので、そういった部分は良かったのかなと思いますけれども、細かく突っ込んだ議論はなかったというのが実態だというふうに思います。あと先ほどあった ICS のところでも出てきましたけど、 SE の要請みたいなものもここのところの検討対象に含まれるのか、要は基本的にこういうふうに業界全体としてやっていくというようなルールを決めるようなものも含まれるのかというようなお話がございましたけれども、こちらは含まれるというふうに考えております。
説明の中で分かりやすいっていうか、少し絞ってしまっているので、非常に数字的な部分で定量的に評価できるものだけを扱うように誤解されてしまっている部分もあるのかなというふうに思ったんですけれども、できればもちろん定量的に評価できるものは定量的に評価していきたいというふうに思っておりますけれども、もちろん決定論的なものや定性的なものでも明らかにその原子力安全に寄与するものっていうのは存在しますので、そういったものはこちらの方の検討課題になり得るというところはその通りだというふうに思います。レポートについてはですね、まだ具体的にどういうプロセスでどういうレポートを出すかっていうのは検討していないので、具体的にこういうものをイメージしてこういうのを出そうというのを考えていますっていうのを明確にご説明はできないんですけれども、基本的にここの委員会ではあくまで我々として今明示したいと思っているのは、検討してきて出てきたものをきちんとこの委員会なり組織できちんとコミットするっていうところが一番大事で、そのオーサーが誰かっていうところまでちょっと検討しきれてないところはございますけれども、基本的にこれをやっていくと安全性が高まるというテーマについてきちんとしたものが出てきて、それをきちんと業界として約束して外に出すというところが大事かなというふうに考えておりますので、今後実際どういうふうにですねプロセスを組んでいくかっていうのはご検討してですね、またご紹介したいなというふうに思っております。あとエクセレンスの設定の部分ですかね、ご質問があったのはもちろんエクセレンスの設定という部分ではいろいろな対象、海外だったり国内も含めて、あるいは他産業も含めて、ベンチマークによって得られるものもございますし、新知見で新しく出てくるものは当然どこのところでも反映されてないものももちろんあるので、そういうものを含めた上で委員会として何を求めていくのかっていうのを決定していく、その決定されていく、もうベースになる部分がエクセレンスだと思っておりまして、なかなかうまく説明はできませんけれども、少なくとも世界的に見てですね、ここがそれぞれの分野で一番よくできているっていう、最高水準と言われている部分はもちろんエクセレンスの目標になりますし、あと新知見に関しましては、実態がないものがもちろんございますので、そういったものについてもですね、その新知見を今得ている知識で基づくとどういうラインが達成すべき目標になるのかっていうのは委員会の方で議論して決めるというのが私のイメージということになります。何か補足ありますか。はい、どうもありがとうございました。では続いて関村委員どうぞ。はい、ありがとうございました。今回の電磁連からのご説明で、業界全体としての取り組み、それからその枠組みに関しては、決意のほどは非常によく理解できたんですが、3点か4点につきましてコメントをさせていただければというふうに思います。1点目が、規制と一緒に今作り上げているような枠組み仕組み作りとどのように今日お話になったところが整合性を持って進められているのかという観点からのご質問です。先ほど規制委員会での CNO の方々が集まってどのような議論がされたかということも含めてご紹介がありましたが、スケジュール感も考えますと、現状で検査制度に関わるようなさまざまな取り組みの中で進めなくてはいけないというところが、この中でどう具体的な、プランとして出来上がっていくのかということについて興味があるということです。2020年の4月から検査制度がフルに運用されるというふうに法的にも決まっているということでございますが、その前に試運用をしていくということで、これらのリスク低減に関わるような取り組みも検査制度の中の枠組みの中で具体化されなくてはいけないというふうに思っています。ということで、検査制度に関わるところが一番大きなところなんですが、一方で稼働しているプラントにおいては安全性向上評価制度の取り組みがあり、この中でどのような、リスク低減も含めた取り組みをきちっと公開し提示をしていけるかということも踏まえて、規制のいろんな制度の中とどのような整合性がいい取り組みを今後進められていくのかということについては、今日のご説明を今一度自主的継続的な
安全性向上、リスクの低減という観点からご説明いただければというふうに思っております。まあ、なぜこれを一番最初に申し上げたかというと、まあ、規制が大事だというふうに言っているわけではございません。検査制度の取り組みについては、これは規制庁の側がということなんですが、規制委員会、規制庁の側がということなんですが、IRRS の中で、いろんな指摘を受けた中で、事業者と規制側が対話を進めるというのが検討チーム、あるいはワーキンググループの中で議論が進められていると。まあ、これは国内の枠組みですが、IRRS のいろんな指摘の中で一番重要であるというのが検査制度であろうというふうに私今考えておりますし、IAEA の安全部長の方と1週間ぐらい一緒になる機会があったんですが、日本として IRS の指摘の中で検査制度を米国の ROP という形で進めていくというのが一番驚いたというような表現をされていました。これは非常に優れたチャレンジが規制側も事業者もなされているということと、本当にこれが実現していくためには相当な努力が必要であるという面と、こういう観点から今のお話がありました自主的なリスク低減に関わるような取り組みというのは極めて重要だろうというふうに思っています。それが2020年4月に破壊するということであれば、このような取り組みの具体策がどのように進められるのかということについて、1番目の資料の2ページ目にあるような大まかな図ではなくて、もうここに期限が決まっているんだということを明確にしていただければ、これが1点目のコメントでございます。2点目が、先ほどからも議論がありましたが、技術レポート等の公開の議論、発信の議論がありました。しかし私はこれに加えて、透明性、このようなことが出来上がっていく透明性をいかに確保するか、むしろこちらの方をきちんと提示をしていただくということが必要であろうというふうに思っています。もちろんピアレビューの仕組み等については、ジャンシーがうまく取り込んでいただけるということもありますし、何が質的に違うものについて重要なのかということについては、リスク評価だけではできない部分がある、決定論的な部分であったり、新知見をどう取り込んでいくか、それから伊藤委員からもお話がありましたように、全体としてそのようなトレードオフをどのように解決をしていくということを決定したのかと、ディシジョンメイキングしたのかというところも含めたプロセスを明確にしていくという透明性の確保、これが非常に重要な観点です。これが今お話があった発信であったり公開ということとどのように同じなのか違うのかということについて、コメントということなんですが、もしご意見がありましたらお願いをできればというふうに思います。3番目なんですが、学協会との関係については企画作りの場、それからロードマップについては研究開発のみならず人材育成のロードマップを学会として作ってまいりました。これとどのような共同作業をやっていくかというコメントが本日あまり明確にはなかったので、ぜひこれについては改めて事業者のご意見を伺いたいというふうに思っております。先ほどの検査制度の関連で言えば、事業者、電磁連と学協会の企画類協議会が共同の議論の場を設けさせていただいて、スケジュールが決まっているような検査制度に関して共同の議論をするということをやっておりますし、その中では GIAC 4209、電協会のもの、それから4111、品質保証に関わるもの、さらに原子力学会が進めておりますインテグレーテッドリスクインフォームドディシジョンメイキングに関わるような企画作り、標準化活動、さらに渋谷アクシデントマネジメントに関する企画に関しても今改定を行っているというのが現実に進んでいるわけです。こういうような情報をどのようにうまく取り込んでいただけるかということについては、先ほどあったように国内のさまざまな情報がどれだけ取り込まれているかということに重要な試金石になってくるというふうに思います。学協会の活動について今後ともどのようにこの中に取り込んでいただけるかということについては、改めてお伺いをしたいというふうに思います。
4番目の件でございますが、これはもうすでに今議論が行われてきたところですが、エクセレンスを目指すということがどういうことなのか、エクセレンスの捉え方ですね、何を目指すのかということと、誰がそれをうまく設定するようなことができるのかという観点から、マネジメントの観点で出来上がっていくようなものに加えて、やはりリーダーシップの観点でこれをどのように考えるかが非常に重要な点だというふうに思っております。存在しているエクセレンスではなくて、作り上げるべきエクセレンスというものを設定するのが CNO クラス、あるいは CEO も含めたリーダーであるというふうに考えています。これについては IAE の場では GSR パート2として昨年秋にオープンになって、最終的なものとしてオープンになっておりますし、これに基づいて規制側の議論も進んでいるところでございますので、このエクセレンスの考え方については、ぜひこのディシジョンメイキングの中に、複雑なものをマネージしていくという現場のお話に加えて、エクセレンスをどのように設定をしていくのかということについて、改めて言葉としても明確に提示をしていく必要がさらにあるのではないかなというふうに考えているということです。これについても、もし事業者側のご意見があれば、伺えればというふうに思います。以上でございます。はい。じゃあ今4点いただきましたが、お願いいたします。はい。順番はちょっと前後してしまいますけれども、ご回答させていただきたいと思います。最初の ROP 絡みのところのお話でございますけれども、こちら2020年4月ということでございますが、事業者といたしましては、今のスケジュール的にはですね、来年度の秋ぐらいからはですね、パイロットということで、東京電力と海産電力、関西電力のプラントにおいてですね、それまでにきちんとそれを実施するに至るですね、とりあえずベースとなるような構成要素についてはですね、作り上げて、その中で回していきながら改善していきたいというふうに考えておりまして、当然その中でいろいろ最終的にはですね、学協会さんと共同してですね、ガイドラインを作ったり、あるいは企画基準みたいなものを作ったりとかですね、そういう活動をしていくということで、そちらの方は ご相談させていただきながら検討していきたいというふうに考えております。で、技術レポートの発信の透明性のところがお話がございましたけど、まさにおっしゃっていることはよく分かってですね、その実際の結果だけ見るとですね、中でどんな議論が行われていたのか分からなくて、外から理解しにくいっていうのがあるっていうのは私も分かります。例えば議論の中で、ある A 社と B 社で意見が合わなくてですね、最終的に非常に安全度誘導という意味では低い目標になるような B 社の意見が通っているようなレポートが出てきているようでは問題があるので、中できちんときちんとした議論が行われて目標が設定されているっていうのは非常に重要なところで、そこについても含めてですね、その公開っていうのをどういうふうに考えていくかっていうのは今後まさに検討していくところだというふうに考えております。公開の方法につきましては、今後もまた議論する機会があればですね、そちらの方をご紹介していきたいというふうに思います。あと現状の提携後の評価制度との絡みのお話がございましたけれども、こちらの方はまさにこの考え方に従って改善ができた結果が最終的に乗っかっていくと、その評価レポートに乗っかっていくんだろうというふうに考えております。今のところまだこういう仕組みができていなくてですね、なかなか良いものが出せていない部分もあると思いますけれども、2020年をめどにですね、きちんとそういうものが評価制度の中の報告書に載せられるようにやっていきたいというふうに思っておりますので、今後までのご指導方よろしくお願いいたします。あとエクセレンス の捉え方でリーダーシップの部分はどうなのかというお話がございましたけれども、1番目の資料で申しますと10ページ目のところ の表の一番上のところにあります、そのリスクマネジメントの実施にあたって、組織個人、個人というのに含まれているのはもちろんリーダーの方もいらっしゃってですね、そのリーダーが取るべき振る舞いなどについての、ガイドラインも作ることを現状想定しておりまして、その中ではもちろん IAEA の GSR パート2とかをベースにしてですね、世界のこういろいろな知見を踏まえた上でガイドラインを設定していくということになるものというふうに考えております。はい、ありがとうございました。ですね、じゃあ続きまして八木委員
お待たせしました。どうぞ。すいません。もうだいぶ重複感もあるので手短にと思いますけれども、何度か出てたあの社会の情報発信の図のところの話に今端を発してなんですけども、私これ図の問題ではないと思っていて、あの根本的にこういう技術とかリスクの話をするときに、そこをすごく精緻にやっている流度と比べると、情報発信とかコミュニケーションの議論の流度がすごく荒いんですね、常に。で多分、すみません、あまり考えられてなくてこれ作られてるんだと思います。だから表現の問題ではなくて、本当にコミュニケーションの中身が何であって、誰に対して何がやるのかということを、あのリスクの評価をするレベルの精緻さで考えているのかといったら、きっとまだそこが足りてないというのが結果として現れているということだと思うので、図の改定というよりは多分本質的にそこを考えた方がいいと思っています。で、一番申し上げたかったことは、関原先生にもおっしゃっていただいたんですけども、もしこの社会への情報発信をこの流れで考えるのであれば、今回一番考えられるべきは、多分技術レポートのその規制当局との対話も含めたプロセスの在り方だったり公開の仕方であったべきだと私自身は思ってます。でやっぱりその皆さんが多分ここで議論の中で、あ大事だよねって言ってるよりも、多分相当に厳しい目でその対話はさらされるはずで、一歩目間違うと多分その先対話自体が成立しなくなることは容易に想像がつくので、今の段階で本当にまあどういうメンバーでどういうタイミングでとか、何を公開するのかとか、その公開も多分全て公開じゃないにせろ、何までは公開されるべきなのかということは多分吟味しなければならなくて、それは早め早めに多分進めていただいた方がいいと思います。でさっきこれも関原先生が言葉として使われたんですけども、トレードオフっていう言葉があって、きっとその一般市民とか、まあ世の中の人は技術の中身のことについては分からないけども、少なくとも何がトレードオフによって要は優先されたのかっていうことに対しての価値判断は多分なさると思うので、そのトレードオフの中身とか表現というものはやっぱり非常に考えるべきところだというふうに思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。コメントということだと思いますので、よろしくお願いします。それでは高橋委員どうぞ。私もちょっとじゃあ手短に行かせていただきたいんですけども、その資料1と資料2を拝見していて、まあ、その現在その炉が停止している状況ということを考えた場合に、その資料2の方では実際に稼働する前とその稼働した後ということでフェーズ1フェーズ2ということで、そこをまあ別にしてまあ検討されているようなんですけども、実際のその資料1の方で説明されていただいているような枠組みに関しては、それの区別があまりはっきり見えないというのが一つ気になりました。つまりそのプラントが動いてない状況ではですね、やっぱりリスクと、例えばリスクの低減、どれだけリスクが低減しているかを確認する、まあ、PDCA の C にあたる部分だと思うんですけども、それにはやはりまあ限界があって、ね、実際にその初めて、動き始めてからですね、出てくるリスクというものも当然あるかなと思っていて、その間のですね、その稼働に向けての取り組みという部分がちょっとはっきり見えない。つまり、その当然その現場の今一番懸念している部分の一つはですね、その長期間の停止の後に、まあ、運転をこれ開始しなければいけないわけですけども、そこにやっぱり当然それに伴うリスクというものが出てくると私は思うんですけれども、でそういったものに対して、まあ、具体的にどういうふうに取り組んでいくのかということがですね、ちょっとその今回の、取り組みの中にはちょっと見えなかったというのが一つ懸念事項です。で順次今後ですね、 BWR がまあ少しずつ再稼働していく段階において、まあ、いろんなことが出てくる可能性があると思います。そういったことをですね、早く稼働した、会社のですね、経験をその後の会社の方と共有するというようなことがですね、全体的なその安全性向上には十分機能する可能性があると思いますので、そこら辺をぜひご検討いただきたいということです。以上です。はい、ありがとうございます。非常に今日は議論で良いインプットをいただいてますので、決してせかしているわけではありませんの で、 でそれで、岡本委員からもプレート上がってますので、岡本委員どうぞお願いいたします。それでは私の方からやっぱり今回いろいろ資料で出されているんですけれども、基本的には産業界からの意見を NEI を参考にしながら出していくということですので、まあちょっと枠組みの議論に入っちゃってるのが非常に残念なんですけれども、枠組みとしてはやはりある意味産業界の意見なんですが、各自分たちの電力とかメーカーとか独立したような NEI なんかは安全を中心に考えて、その中で本来の安全とはどうあるべきかを産業界の意見として発信すると
ということだと思いますので、ちょっと枠組みがいろいろ細かい話がいっぱい出てて、あまり、個人的には枠組み決めるより先に、レポート出してくれよってずっと言い続けてるんですけれども、PDCA の P ばっかりやってる頭が重たいような気がするので、まず D をやってからですね、まあ、CA でも SA でもいいんですけども、 P にもう一回戻るぐらいの話でないとちょっと時間的なも、ま、にかかりすぎてるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では今回2つ目の資料が、まあ、間もなく叩かれ台というかレポートの第1番目として出てくるんだというふうに伺ってますけども、そのエッセンスをご紹介いただいたと思うんですが、まあ、これ本当にこの安全に関してのレポートは非常に多数作らなきゃいけない。例えば NEI なんかだともう毎年何十件も、聞いてない、あ、よろしいですか、毎年10件も20件も出しているような 文書がありますので、そういう形にぜひですね、どんどん持っていっていただきたいなというふうに思います。でそういう意味では資料1の10ページにですね、具体的な検討テーマというのが書かれていて、まあ、これ本当の、例だと思うんですけれども、これだけはまあ少なくとも、まあ、スケジュール感もあるんですけれども、これが5年後に出てくるようじゃもう全然ダメで、やっぱりどん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 1年とか2年とかまずドラフト出して改訂版でもいいですので、どん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 これを出していくような仕組みをぜひ作っていただきたいと。でこの10ページにはですね、非常に重要なことが書いてあって、産業界としての意見を取りまとめると、テーマの検討段階、規制当局とも共有と明記されておりますので、この規制当局としっかりこの検討段階から意見を共有していって、その中で具体的なテーマを議論をして、かつある程度パブリッシュされた段階でまた規制当局と議論をしていく、まあ、こういうような形でですね、しっかりと各ステークホルダー間での議論をしっかり踏まえていくというプロセスがやっていくということが非常に重要かなというふうに思っています。でそういう意味では一点、この規制当局だけでなくて、まあ、秋葉先生の方からもありましたけれども、地元を含めたさまざまなステークホルダーの方々ともやるということが重要かなと思っています。でそういう意味では非常に細かいんですけれども、ぜひ防災に関するものを、この中に入れていただきたいなということを強く思う次第であります。でそれからもう一件だけなんですけれども、先ほど関村先生の方からもありましたようにですね、ROP が動き出す、でその中で一番重要なのは PISDP、 SDP だと思ってるんですけれども、まあ、そういうような中で SDP をがこの今ありました RIDM の中とも非常にリンクが深い、まあ、ある意味 CDF で見ていく形になっていくんですけれども、その時にぜひ保安規定が今ですね、重要度分離ない形で保安規定がどっさり決められていて、その保安規定の改定に例えば何ヶ月もかかると、で逆に言うと保安規定を改定するのが面倒だから RIDM やりにくいとか言ったようなですね、そういう、まあ、これある意味事故前もそうだったんですけれども、まあそういうようなことにならないようにですね、ぜひその規制の枠組みの中も含めてですね、保安規定を守るのは当然なんですけれども、プラスアルファでそのリスクをどう下げていくかということ、その時に若干保安規定の変更が必要になる場合も当然出てくると思いますので、まあ、そのあたりをアメリカのテックスペックのようなものに変えていくということも重要なんじゃないかなというふうに思う次第であります。でそういう意味では先ほど東電さん の PRA の結果 CDF の結果が出てきていて10のマイナス8乗って書いたので思わず吹き出しちゃったんですけれどもやっぱり、これ停止時 PRA だからそうなってるんだと思うんですけれども、地震津波の PRA がということはもうほぼドミナントであるということを意味していると思いますので、そういう意味では内的事象停止時 PRA も重要なんですけれども、地震津波といったようなものをベースに、まあ、不確かさがどこまで低減できてディシジョンメイキングにどれだけ使えるかっていうのもあると思うんですけれども、そういったような外部事象の PRA
も参考にしながらですね、ぜひやっていく枠組みを作り上げていただきたい、まあ、このあたりはNRRC さんの話になってくるのかもしれないんですけれども、ぜひ全体として総体としてのリスク低減、それは PISDP でもありますし、それから RIDM でも同じ物差しで測っていくということになろうと思いますけれども、そういう意味でしっかり現場で活用できるリスクを充実していただければというふうに思っているところでございます。以上です。はい、ありがとうございました。それではもう一方、松浦オブザーバーの松浦先生、お願いいたします。実はもう時間がオーバーしたので諦めて楽しかったんですけどもし今後何らかのチャンスで申し上げる機会を与えていただければありがたいと思いますが、今日お伺いいたしておりまして、ジャンシーがかなり重要視して対応しております3つのポンネギンと、エクセレンス、安全のエクセレンスをどう考えるか、それから公開と透明性の問題をどう考えるか、そしてこれは極めて具体的な話ですが、今まで長期間止まっていたリアクターを再稼働する場合にどういうふうにレビューするか、この3つについてそれぞれ申し上げると1つずつ5分では済まなくないもんなんで、今日は控えさせていただいた方がいいと思いますが。はい、ありがとうございます。先生方皆さんご発言いただいて、今日はだいぶ具体的なその進め方とかそういうものについてもいろいろサジェスチョンとか、まあ岡本先生からはエールをいただいたような感じじゃないかなと思うんですが、多分、今日は前回、課題とそれからそれをどう是正していくかという方向性をご説明いただいて、で今日具体的にじゃあそれどういう方策で取り組んでいくのかというのを、まあ、まだこれからというところなので若干具体例につきましてはコメントもいただいたところですが、随分包括的にご説明いただいて大変良い議論ができたのではないかなと思います。でそういう意味では今日のご意見ですね、なかなか厳しいご意見も多々ありましたけども、ぜひ制度設計さらに進めて具体的なアクションに移していくときに取り込むべきものはうまくこう入れていただいて、一層推進していただけるようにぜひお願いしたいと思います。本日は、厚見様と富岡様にはありがとうございました。それではちょっと時間が、過ぎてしまいましたが、委員の皆様方からはあとはよろしいでしょうか。はい、じゃあどうもありがとうございました。じゃあ以上をもちまして自由討議2つのテーマを終わらせていただきたいと思います。では今後の取り組みですね、先ほどお話ししました通りで電磁連中心にぜひ大きく前に進歩していただければと思いますので、でそれからまたこの今日の議論の内容はブラッシュアップさらにしていただいて、また議論この場で取り上げるという場もあろうかと思います。その時にはよろしくお願いいたします。それでは次回のワーキンググループですが、事務局の方から、予定について説明をいただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。前回夏にですね、事務局の方で取りまとめをさせていただいたときにこのワーキングを年末をめどに取りまとめると申し上げましたが、今日電磁連さんの方からのご説明でこの新たなその委員会とそれからレポートを出してレビューをしていくという仕組みを提示いただいて、これは年度末めどにお作りをいただき、それから第一クォーターぐらいに動かしていくという、ご説明を今日いただきましたので、それを踏まえて今日各先生方からいただいたご指摘を踏まえて、次回1月中旬ごろを想定してございますけれども、そこでまた改めて具体的に動かしていく仕組みをブラッシュアップしてご説明をいただくということで、このワーキングの開催を考えてございます。開催日程について後日改めてまた先生方にご連絡をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。はい、ありがとうございます。1月中旬ぐらいですかね。そうです、はい。それではまた日程調整させていただきます。よろしくお願いします。では以上をもちまして、第19回の、自主的安全性向上技術人材ワーキンググループ閉会といたします。本日はありがとうございました。